ご紹介するロボコップは、日本でニュージャックスイング旋風が起こった時に最もメジャーだったステップの一つで、ロジャーラビットをランニングマン、トゥループとともに当時盛んに踊られました。これらのステップはアメリカでは88年頃から、日本では1年遅れの89年頃から踊られています。現在YouTube 上にロボコップのチュートリアル動画というのがたくさん上がっていますが、こういったやり方の方ばかりで、こっちのやり方はどこに行っちゃったのという感じで、じゃあこっちのやり方の方は別の名前で呼ばれているのかと思ったら、そういうことでもなくて、このこういうやり方の方は、チュートリアル動画としては上がってません。私も、探してみたんですけども、見つけることができたのは一つだけでした。でも先ほども申しましたように、こういうステップっていうのは、当時は、盛んに踊られてまして、ソルトンペッパーやキドゥンプレイなど有名なアーティストのミュージックビデオなどでも踊られてましたし、ソウルドレインでも踊られていた有名なステップです。で、そうすると、ロボコップという同じ名称の2つの踊りが、同時期に並存していたのかというと、そういうことではなくて、まずこういう踊り方があって、そしてこのここのこの部分がこういうふうに変化したバージョンがあって、そしてこちらのバージョンではこの部分をやらないで踊る場合も結構あったということで、こっちの動きっていうのはこの動きの派生形だと当時はそのように聞いております。それでは今回はこの元のバージョンの方を、説明しようと思います。まずですね、1、2で腕をワン円と刻んで両手を上に上げて、ツーで下ろします。ワン円ツー、ワン円ツー。その時に体は逆にワン円と刻んで沈んで、ツーでアップします。両方を合わせると、ワンエンツ、ワンエンツ、このようになります。そして、次に、三、四で、腕を左右引っ張ってくるんですけども、この手っていうのは、まず、左から右に引っ張る場合は、右手は、肩のあたりにこう前腕をこう構えて、左肩から、右肩までこっちは引いてくる。で、こっちの手は同じ高さに置くんではなくて、肘を、脇につくぐらい下ろして、こういうふうに高さに違いが出るような感じに置きます。そしてこっちの手は、拳を脇腹まで引いてくる。両方一緒にやると、この状態からこう引きます。反対も、この辺りからこう引きます。で、この時に体は、ダウンからアップします。ワンエンツエン、ワンエンツ。
こんな感じです。頭からやってみると1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4このようにやります。そして、この、1 2のところですけども、これは、別のやり方もあります。これも結構やられてるパターンで、これは、上に構えてる手を1、2と下に振り下ろします。でその時に、体は沈んだ状態からアップ、エンアップ、こんな感じです。1 and 2 and 3 and 4か1 2 3 4、この2種類のやり方があります。でこれはですね、今私はこれ横に引くとき左からやってますけども、右からやる人もいるので、特にこっちからやらなきゃなんないってことではありません。それから1、2がこの引く動作で、3、4でこの動作をやるっていう、順番でやるパターンも多いです。やってみると1 2 3 and 4 1 2 3 and 4、こんな感じです。それからこれには、足をつけるパターンもあります。まあ、つけない方も、結構いますし、つける方も結構いる、そうですね、半々ぐらいですかね。でその足っていうのはすでにご紹介したヒッチハイク、この平行立ちからオンビートでかかとを軸につま先を外に開いた音を取る、ワンツーと、こういう踊りを紹介しましたけども、この逆の動きをやります。エンカウントでつま先を外に開いておいて、そして、手と一緒にこうつま先をこう閉じると、やってみると1 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4、このような足もよく使います。で当時はこの足っていうのはこのロボコップじゃない時でもよく使ったんですね。例えば1 2 3 and 4とか、あとはすで、にご紹介したワップ、このワップをやるときにニュージャックスイングの時代では、例えばですね、ワンエンツエンスエン、この足をつけてやったりすることも多かったです。で下の場合だったらワンエンツエンスエンフォエン、こんな感じです。以上ロボコップでした。